それではメッセージの時に入ってままいります本日の聖書箇所は「エペソビトへの手紙」第4章11節から13節口語訳新訳聖書の304ページになります本日はこの箇所より「導かれた働きの役割」と題して高野明牧師がメッセージをいたしますそれでは聖書を読み出しますエペソビトへの手紙第4章11節から13節 そして彼はある人を人としある人を預言者としある人を伝道者としある人を牧師教師としてお立てになったそれは生徒たちを整えて奉仕の技をさせキリストの体を立てさせ私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一と彼を知る知識の一とに到達し全くき人となり ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである皆さんこんばんはようこそおいてくださいました、えー、今年はもう暑くなったり寒くなったり雨が降ったりとなかなか体の調整も難しいかもしれませんがまあこれで冬に行くんじゃないかと期待していらっしゃった方もいたようですが明日はぐっと二十八度ぐらいに上がるということでねそうはまだまだあ秋も そしてまた冬ももう少し先ということでありますがまあどういう気候がやってきたとしても皆さんの信仰はそれにもめげずに我が救い主イエスキリストを信じてそして日々歩んでいらっしゃると思います今日も皆さんとご一緒に御言葉を通してそしてまた神様が私たちにどのようなことを語ろうとしていらっしゃるのか聞い そして後ほど熱心に皆さんと心を合わせてお祈りを捧げたいと思います。お祈りします。でも後の神様、神様は生きて働いて、私たち一人一人をお守りくださり感謝します。この年も早いもので、9月この日を迎えました。どうぞ神様の御心がなりますように。 身胸がなりますように、あな様はすべてをご存知で、最善にしてくださる神であることを信じます。はじめから終わりまで、あな様がお導きください。そうしてくださることを信じ、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は、エペソ人への手紙の4章の11節から13節までです。 このところから導かれた働きの役割導かれた働きの役割と題をつけさせていただきましたもう一度お読みしてみます四章の十一節からそして彼はある人を使徒としある人を預言者としある人を伝道者としある人を牧師教師としてお立てになったそれや生徒たちを整えて奉仕の技をさせキリストの体を立てさせ 私たちすべての者が神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し全く人となりついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためであるこの聖書の箇所からでありますまあ本論に始まる前に皆さんに一つ質問をさせていただきたいと思いますが 仕事をしたりあるいは何か皆さんがしようとしたときにまあこう3つのグループがあったとするというかこう全く何も自分の前にないまっさらの状態自分がこう初めてこう仕事をこう任された方がやりやすいあるいは2番目はいや誰かが最初やっていてある程度のこう道筋っていうか先が見えるようなそういう あるいはそういう仕事に入ってそれを継続したのがどちらかというとやりやすいなと3つ目は、まあ、ある程度こう成熟してきたでそれをこのどういうふうにこうなんていうかな改善していったらいいか中を改良していったらいいかっていうなんかそちらの方に自分としてはこうやりやすい興味があるなとそう思われてるでしょうか。 ちょっとここにおられる方あるいはビデオで、えー、テレビで見てらっしゃる方いると思いますが自分はもう何にもこうまっさらの状態、えー、どんと自分が最初にするっていう方がやりやすいなっていう方ちょっと手を挙げてみてください。お何人かおられます、ね、では誰かが初めて少し道筋があってそこで加わって やってった方がどちらかというとやりやすいという方。ああ、先ほどより多いですね。では、この改善改良。そういうふうに、こう出来上がったものをある程度、こう。それをこうしていくっていう方が、自分としてはやりがいがあるっていうか。興味があるという方、手を挙げてみてください。ああ、何人かおられますね。まあ、これは今日私がお話しする、こうテーマと関係しているので、お尋ねしました。 人それみんな違いますねどちらかというと自分は何もないところからあの研究してくださいとかこういうテーマなんだけどこれをしてってくださいっていうふうにされた方がやりやすいということがあるかもしれません。今日のこの3節111213節その中で、まあ、全体のこのテーマとしては初代キリスト教会の働き初代キリスト教会の働き についいてて書かれているのがこのとこことろです特にこのところから3つ区分けさせていただきますがその1つはこのキリスト教会の開拓期キリスト教会の開拓期というものがこの中で一つ見ることができます。そして2つ目はこのキリスト教会の,この成長期。 キリスト教会の成長期。そして三つ目はキリスト教会なの教会内の充実期。キリスト教会のこの充実期というものをこのところから見ることができます。まず一番目、キリスト教会のこの開拓期。このパウロという方が。この現代のトルコ。そこに始まったこのエペソの教会に。 この,差し出したこの手紙、まあ、これはまさにキリスト教会の本当に初期の段階でのキリスト教会まさに開拓期であります。パウロ自身も開拓してそこにこう集会ある人々が集まるそこで形になっていくそして整えられていくっていう、まあ、どちらかというとパウロはこう宣教師タイプで。 いろんなところに行って開拓をしていったそういう賜物のある方です。キリスト教のこう改革のところであります。そのやはりこの改革するその時というのは非常にこうインパクトが必要です。ですのでパウル自身自分が経験したこの証でそれを持ってこう宣教していったということがこの使徒行伝などを見るとよくこうそれを見ることができます。 ですから、この開拓記では、やっぱりその人がどういう経験をしたのか、体験したのかということ。それをこう伝えていくという、それが非常にインパクトのある。この開拓記に必要なものであります。で、十一節を見ますと、こう書いてあります。そして、彼はある人を使徒とし、ある人を助言者とし、ある人を伝道者とし。と、ここでこう書いております。 でこのところでこの開拓機を初代教会で担ったのは誰かというと使徒預言者者そしてて伝道者とここで書かれております私たち人といいますと十二使徒イエス様が選ばれたその人たちだけをこう考えますけども聖書全体を見ていくと他の人たちも人と呼ばれている人たちもいますしらすとかあるいはバルナバとか。 ハウロとか、あるいはイエス様の弟のヤコブも人と呼ばれています。で、この人というのはその条件があります。いくつかの条件がありますが、一つの条件はこのイエスキリストと出会っている、あるいはイエスキリストと生活ともにしている、イエスキリストのことを知っているっていうそういう人が人になることであります。 そしてイエス・キリストの復活十字架にかかりそして三日目に蘇ったその復活のキリストに出会っているというこれがね人としてこう選ばれる条件なんですねですから今挙げた人たちというのは何らかの形でイエス・キリストに出会っていますしかしパウロという方は皆さんご存知のようにイエス・キリストを迫害そのキリスト社を迫害し そしてダマススコにに行く途上で復活のキリストに出会っている。生きている間に生活をしてキリストの弟子ではなかったのでそういう部分ではキリストには出会ってはいないんですが復活したキリストそしてそのキリストに出会っているということで送らばせながら他のペテロやヤコブやヨハネたちとはちょっと違う人ではあるけれどやっぱりそれをねこうつく人がいるんです。 あ,あなた生活してないでしょ？キリストと実際会ってないでしょ。でも、パウロのこの証の宣教は、私は復活のキリストに合ってるんだとだから、私はキリストの使徒使徒というのは使わされるっていう意味がありますから。彼は異邦人の人たちにイエスキリストを述べ伝えるというね。そういう彼ならでものこの役割に彼が選ばれたんです、ね。 それにこう選ばれた。自分は使わされた。それはキリストから使わされて人なんだっていう意味で、自分は人が同様が。私はキリストの人なんだっていうことをね、言い張ってるんですね。この預言者というのは、旧約聖書の預言者と、またちょっと違う預言者の意味があります。ここでいう預言者というのは、この御言葉。この、その神様の。 御心ととか計画というものましてやこの旧約聖書ヨハネ猛姓を通して与えられたその契約がイエス・キリストの十字架によって成就されたでその後のこの教会時代恵みの時代がどういうふうになっていくのかっていうことを先をこの人々にこう伝えていくというのがこの預言者の働きです。 ですから旧約聖書ですと「イスラエルの民がどのようになっていくのか」というそういう言言的な言葉が多く語られましたでこの「新約時代」のこの預言者というのは教会時代教会の将来そして福音伝道そういうものにどういうふうに神の御心はなさ考えてらっしゃるのかということをね人々にこう 伝えていったのが預言者のが者働きですそして3つ目のこの伝道者でこの一節読むとなかなか今の時代とこう合わせてしまいますとこれ理解しにくいんですね結構この箇所というのは。でこの時の「伝道者」というのは今言いましたようにこのイエス・キリストが死んでよみがえって恵みの時代イエス・キリストを信じることを通して我々は 神の前では正しいものにされるんだと。とキリストによって救われるんだっていう。そのことを分かりやすく、これをね福音って言うんですね。で、その福音良い知らせというものが今までは。ユダヤ人たち、そしてユダヤ教に移らなければ、あるいは動物を捧げて罪の赦しをしなければというような。そういう。 儀式、そういういいものがこう求められていました。ましてや違法人ユダヤ人でない人たちがこの救われるというのはしかしこのイエス・キリストという方がユダヤ人のためにもそしてユダヤ人でない違法人の世界中の人々のためにただイエス・キリストが救い主であるということを信じるだけで救われるんだ。恵みは開かれてるんだっていう こういうまさに良い知らせグッドニュース福音というものが与えられたんだっていうそれがまだまだその当時の人たちというのは理解できなかったし聞いてなかったんですねそれをまちまち村村、このイスラエルだけではなくて小アジアそして中にはこのヨーロッパの方に彼らは行きました。ですから人たち預言者 このの伝道者たちというのは初代代教会時代に与えられた役割ですそして彼らはどちらかというとこの巡回いろんな集いのところに行ってそのことを語り告げたのが彼らの働きです。ですから今の時代私は人だあるいは預言者だその当時の伝道者だという そういういものでではないですねその当時の初期のキリスト教が始まった開拓期にそのイエス・キリストの福音というものが人々に伝えられるために特別に選ばれた人た人ちの役割です確かにこう使わされるという意味ではそれは私たちも使うことはできるでしょうけどそのキリスト教の初期の時代でその時だから その人たちが選ばれたっていうことなので、ここを読むときは、そういうこう理解をしてい。それをパウロ自身が、自分が関わったエペソという人たちの集いに。人、預言者、そして伝道者っていう方々は、そういう特別の。その初期の働きの役割のために。選ばれたんだ。で、その働きのために。 あなたた方のところに使わされたんだそのことを理解してそしてそのことを受け止めていくようにとこのローマの牢獄の中から書き送ったのがこの手紙であります。ですから紀元63年もう30年イエス様が亡くなってから30年近いそういう時にこのものが彼らに書かれていきました。ですから書物 に残すということはは伝えだけでで歪んで曲がってしまう時がありますですからまさにこのここで書かれている私たちが読んだのはキリスト教の初期の開拓期にどういうことが誰がどのように使わされたのかっていうことをね確認のためにこのパウロが書いたものであります。 でこれはキリスト教全体の,この開拓記のことに実際はこの書物は書かれておりますが私たち教会あるいは他の教会どこの世界中の教会でもこのの開拓期というものはありますそこに使わされて全くそこにキリスト教の集いがないクリスチャンもいないそこでどうやってねこの人々にキリストをこう伝えていったらいいんだろうか。 難しいですね耕してそこで種をまきそして世話をしてそれをこう育てていくそしてまたそこで耕してそして種をまきそこで育てていく皆さん開拓期っていうのはそういうこと開墾でしょ何にもないいやむしろ何にもないところにやるんならまだいいけどもそこに木がある林があるそれを引っこ抜いてそしてそれをなだらかにして開墾してそこに種をまき まあ成長するのどれがねそこに出てくるかわからないんですよねしかしそれをねやり続けるですからこの開拓期の心積もりっていうかとても大事なものは継続するということですねつまりやり続けると何にもないところで新しいものを始めるっていうことはし続けること継続することそれ以外ないんですね。 でそれをしていくと耕したところ巻いたところに思いがけないような収穫が体験できることがあります私の教会でも開拓期という時代がありました戦前戦後なかなか厳しい時代です特に戦中時代などはキリスト教に対しては特別日本政府からあの 目がかけられて信仰生活を継続していいいくととうことは難しいものです戦後になりますと食料がない我々みんなが生きるのに必死そういう時代にイエス・キリストを信じてどうぞ加わって教会にいらしてくださいとどんなに言おうが語ろうがなかなか皆さんはそちらまでまあ余裕がないというか興味がないというか。 今日一日どう生きるかっていうことに精一杯という時代ですそういう時代に神様は田中優勝先生清野先生そして私たちの開拓記、そういう時代に多くの兄弟姉妹方をこの教会に送ってくださいましたそれは困難を極めた時代です大変な時代です人々がなかなか関心を払わないそういう時に このイエス・スキリストを述べ伝えるというのはそれはそれははそ大変なものですねでその時代どのようにしてこのイエス・キリストを伝えていったのか神様から示されたことはただこのイエス・キリストを信じなさいこのキリストを信じなさいそのことをねこう述べ伝えていくようにと示されたことでありました。ある時あの前のの教会の すぐ近くのところにご訪問させてもらいましたらその方が「あの歌これキリスト教の歌知ってるよ」って言うんです。クリスチャンじゃないですよ。どんな歌知ってんのとそしたらその方が「こういう歌なら知ってるぞ」と言いました。斎藤さん前に来てください。 これは老婆伝道で使われたたすきです。すべて老する者をもにおう者我に来たれキリスト様はあなたの救い主です。これを老婆伝道でかけて吉野先生清野先生また信徒の方々が出てこの太鼓を叩いて歌ったのです。その方が言いました 俺その歌知って「ただ信ぜよただ信ぜよ」「信ずる者は誰もみな救われ」この太鼓を叩いて毎日毎日前の教会から。 吉尾先生が出発しましまた聞こうと思わなくてもこの歌毎日聞こえるんだから覚えようと覚えなくても覚えちゃった米沢市川西町南陽市でもこの太鼓で叩いた姿を見られた方がおられました。そののの方々の何人もの人もたちがこう状況 クリシャンになってそれを見ましたよ実際に経験しましたという方々にお会いしました皆さん私たちの教会も開拓期があったのですそして先輩の先生方教会員の人たちは迫害され石を投げられ聞こうとする人たちも多くいなかった中ただ続けたのです巻き続けたのです 耕し続けたのですそこから一個一個一個一人一人一人と救われる人たちが与えられたのです。皆さんこの蓄積ですよ工場協会は開拓期があったから今現在このところがあったんですね。2番目 キリスト教教会の成長期キリスト教会の成長期。それは12節にあります。11節の後半にありますが、ある人は牧師教師としてお立てになったと書いてあります。これは第2段階のキリスト教の教会のこの成長期をここで教えています。まさに成長と拡大。 キリストを述べ伝えていくこの町にもこの村にもイスラエルショアジアヨーロッパ伝道者たちそしてまた預言者たち人たちは出かけていきましたそうすると次に必要なものは何かというとこの成長期に必要なものは養養育と教育育育とと教教ですここにありますように牧師教師 実はこれれ分けられないんですね。牧師というのは羊飼いまあ牧会するという養うというところから来てますがですから牧師は教師であり教師はまた養うものであるだから養育、育そして教育であります。どうしてこの開拓期の次にこれが必要なのかといいますと。 どんなにそこに耕して種をまいて収穫したとしてもそれをねこう邪魔する別な教えが入ってきてせっかくそこで出来上がったものをまあ散らすっていうか邪魔をするものが入ってきてます聖書ののの中にももそれがが入入っってています異端の教えというものが入ってくるんですねですからこの養育者教育者というものは それをよくく見張っていくですから異端の教えそれに打ち勝つためにはしっかりとしたこう福音この聖書の教えを系統的にこう教えていくっていうね教師が必要だったんですそれとどうしてもクリスチャンになる前に一般的にはこれが当たり前だと思う不道徳な生活が身についている。 人たたちが多くいました皆さんもどうですかまあ不道徳と言わないにしても悪い習慣というか、まあ、してもしなくてもいいようなまあその当時であればまあ当然だというようなことを平気でしていたでも教会に来てみた私も教会に来てみていや随分自分が生きてきた時代と違うなとそう感じました。 で自然とそこから今までやってたものがこう一つ一つしなくてもよくなったまあクリャンになってよかった一つのことはねこう付き合いがねものすごくね安上がりこんなこと言ったら申し訳ないけどまあクリャンになってなかったらいやこっちのお酒です何ですって言ったらもうもう1か月大変なねお金もかかってたでしょうでも本当に安上がりでね まあ、私も両親もまだ生活してますからも,もんねもし私がねそのどっかのクリスチャンでないしたらもう「先輩!」なんて言われてね「行きましょう!」なんて言ったら「あもうみんな好きなものを食べろ好きなものを飲め」なんて言ったらもう何枚「ちょっと待って」ち「ちょっとも,もうちょっとャンプみたいなねそれは大変でしょう。 でまあ、ありがたいことにね「おニコニコのメンバーはね心優しく謙遜な人たちですかおやじさん!」なんて連れてってねで自動販売機の前にささしてね「もう36アイスクリーム」とか言ってもう私は一言ね「もう好きなもの取っていいから」「1本100円だからね」そうさ「いいんですか?」みんな偉いよ、ね、いいんつって「ええかもう今日はね思いっきりいこう」なんつって。えー 思いいいっきりどれでもいいそうするとねこうすぐ止まない「いいかなどれいいかな?」なんてこうやってね迷うんだ「迷うなすぐやれ!」なんつうの、ねはあ。久しぶりだ」なんつってねほんとに100円のアイスクリームでも久しぶりだっつって食べてますから「うまいな!」あれ外からこう車の運転してるから見たら何なんだろうな56人の男性たちが36のアイスクリームの目の前で書いて「ある 夜もその夜中10時ぐらいに食べてるというそして私らは一言そこでね「一生忘れんなよ」なんて言う,うの100円で一生忘れる皆さんね本当にね、まあ、成長期拡大期いろいろな不道徳いろんなものがね私たちのところにこうやってきてねそれをねクリスチャンになったことを通して私たちはする必要なくなった自然とねそれが離れていく。 でもそれをやっぱり導く教え導くそして面倒を見ていくのは牧会者者羊会そして教育者教育えるものです皆さんが牧師やその教師でなかったとしても会社の中で皆さんが先輩地域の中でも先輩次の人をバトンタッチしていくあるいは育てていくという時には大切なものはよく見る。ええ、そしてまた その人たちをしっかりとこの会話この会社はこの集いはこうですよポイントはここですここのとこちゃんとやるんですよっていうそういうこのねやるべきことをねポイントをしっかりと押さえてその人たちにこう教えていくこれがねこの牧師教師たちの働きです。つまり種まり種かれるる成長してくる じゃあ次にとこ巡回伝道者たちは次のところに行くわけです。でもそこに使わされいくのが牧師教師教たちの次の次働きです彼らは次々次々と巡回していくのではなくて一つの教会にとどまってそこでそこに集う人たちをよくケアしていろんな人たちがいる傷ついたりあるいはいろんな間違った教えにもう突き進んでいる人たちに対してもう丁寧に。 時間かけてそしてその人たちと付き合ってその人たちをこうもう一度立ち直らせていくこれが牧師教師教の仕事ですですから開拓期そして次に成長していくそこにはとどまった教師牧者たちが使わされて手も出や彼らも使わされましたねそこに行ってそこを牧会しなさいそうやってねそこに集う人たちをこう導いていく。 私の教会でも田中信夫先生吉子先生たちが45年前ほど1976年こちらの方にアメリカから戻られて前の教会そこでいろいろなされましたそこで最初にされたのは英語ですね私の手元にこのチラシがあるんですその当時の英会話 これはね私これ見てねもうシンプルでねもう何の付け加えるものもないよこれ見たら誰でもわかるだから英会話を教えるとか教えないとか場所どうのってあなたも話せる英会話そして電話番号236439もうこれねまちまちに貼ってこれで来られた方がいるのよ まあ、これでなくても英語で教会に導かれた方ちょっと手を挙げてみてはい何人もいるねまあ主な方々英語ですよ教会の中心初期の時や英語もありました田中先生ねよしこ先生またスタッフの人たちもやりましたあれはゴスペルマジックもやりました講演会もありましたまた 異端にこう走ってねそこから脱会救出させてもらいたいっていう方々もおられてねそういう方もたくさんいましたねあるいは不登校の人たちそこから帰られていくクリスチャンになっていくっていう人たちもたくさんおられましたそれから講演会まちまちほと小学校いろんなところに使わされてありましたテレビ電動ラジオ電動 ありとあらゆることをしたことを通してこの教会が大きくそして世界中にねこの福音が述べ伝えられたないですか今ではこのようにして YouTube を通して世界中に私たちのこのメッセージが届けられているまさに成長期でありますねでそのことを通して私たちというこの工場教会は今この大街道 1995年にここの教会が建て上げられてもう26年目になりますねまさに成長期に皆さん方がここで見てらっしゃるこの成長期に必要なものは何かというと関わりということです関わるということです国会社そしてまたこの教師は関わるあの人にはどのように関わったらいいのかなあの人は何が必要なのかな あの人にどう寄り添ったらいいのかな、あの人にはどういう教えが必要なのかな。カウンセリングの学びを心の世界なのか、あるいは英語の興味あるものなのか。そういうものを通してね、たくさんの人たちが導かれました。皆さん、キリスト教会の成長期、それは関わりということです。そして三つ目、キリスト教内の充実。このところを通して。 生徒たちを整えて奉仕の業をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためであるとあります。特にここでこの生徒たちを整えてこう書いてあります。このキリスト教会内の充実期っていうのは一言で言えば政徒を整える。 クリスチャンを整える皆さん整えるってどういういことでしょうかこの言葉の意味はこの人が骨が骨折してしまった外科医がその骨折されてた分かれてたものを2つが1つになるあるいは政治であればこう意見の違う対立しているものを2つを1つに導くっていうことをこれがねまさにその後で出てくる「一致」ということです、ね。 私の考考ええはこう考えはいいでもイエス・キリストの救いイエス・キリストにある救いこの方以外には救いはないっていうことにおいては一致そこがずれてるもしそうなのであればそこを整える離れているものを折れているものを一つにしてそしてそれを突き進んでいくっていうことがこの政党を整えるというものです。皆ささん教会はまさに 教会内の充実大きくなりましたたくさんの人たちが来ましたでもその人たちが一人一人個人個人成果されていく聖書のせい変えられていく成果されるつまりキリストに似たものとして私たちが成長させていただくということです。数も大事、ええ 世界に対してこの地域に対していやあそこに多くの方々が来られていやあそこまで来られてるんであれば何かねあるんでしょうとして教会に来る人も多くいまますすインパクトありますしかし皆さん方が一人一人がこのキリストに似たものとして地の死を世の光として世の中が大変な時代こういう時代であればあれほどねやはり皆さんの一人一人のこう輝き皆さんこのね キリスト教会教会内の充実は一言で言うとこの輝きということです皆さんがね病気になることもあるでしょう経済的に大変になることもあるでしょう授業も思うように進まない時もあるでしょうこの外から私たちにやってくるさまざまとはまた別にあなた自身の内なるものがキリストイエスによって救われている。 キリストイエスにあって私たちは守られているキリストイエスにあって与えられるんだ助けられるんだっていうそこにおいて私たちは輝輝くこことがでででききるんんすす、ね、皆さん私たちの輝きはうういうもんですある時私たちあの私も含めて先生方があるこの指導的な先生方からご指導いただきました。そしてね高教会の 良さっていうか工場協会はどういう協会ですかっていろいろみんな出た工場協会温泉のようなものは協会だなんかあったかい協会だねえあるいは病院のような癒しの協会だあるいは工場協会に行くとなんか学校のようだ教えてもらうあれはね工場協会って夢の協会だ自分がしたいことをねいろいろ教えてもらえるので自分の将来が見えるいろいろ出てきました。その中で その先生が一言皆さんのお話をずっとまとめてみると一言ですね工場教会は輝く教会ですねって言った輝きですねって言われた今でもはっきり覚えてるそれは皆さんね皆さんお一人お一人がこのキリストイエスによって古いものから新しいものに作り変えられて新しい人生が始まっている それが人々から輝きとして見えるんですねまさに皆さんねこの教会内の充実というのはそれは誰が作るものではなくあなた自身がキリストイエスにあってあなたらしく生かされているあなたの魅力があなたの輝きであり周りの人々に対してのお証しなんですね。 あなたが何がするっていう以前にあなたがどういうものであるのかっていうそしてあなたのために巫女イエス・キリストが使わされそしてあなたのために十字架にかかり死んでまであなたを愛して受け入れてくださった方がいるんだそしてあなたを導いてこの地上にあって必要なものはこの天の父なる神キリストの名によって求めなさいそうしたら与えられるんだというね。 その輝きなんですねこれを私たちは心の内にいただいているのであなたが心の内に充実しているその集まっている皆さん方によってのこの工場教会が充実した教会と大きなこのキリストの体をこう作り上げていくということです皆さんパウロはパウロに、ね、与えられたその時代このキリスト教教会の初期の時代 彼彼らは彼ららはののその時代で与えられた役割を果たしました私たちは今の時代この時代あなたに与えられているその働きそれはあなた一人一人がキリストにイエスキリストイエスにあって輝いている生活を置かれたそのところですることです。私は多くの人たちを海外にお連れしたりツアーで行ったりもしました。 あるそのの中に1人の男性まあ弓道生活何年もしてらっしゃいましたご家族もなかなか大変な状況でしたしかしその旅を終えて帰ってきた時にその方私のところに来てこう言いました「いや先生と私もやっとねクリスチャンになろうかと思いますよ」と「もうやっと来ましたね」とそう思っておりましたそれはどうしてかというと普通はね 私は世界中に企業で行くんだけど最初は一つになってるんだけど10日間も旅するとねなんか仲間がこう分裂ができてね分派ができてバラバラになるんだとところが工場協会は珍しいねもう日本中から集まってみんな最初はバラバラしかし10日間もやってるうちなんだかだんだんなんだんかを、ね、こうねこうんか一つになってなんかすごいねこうみんながねありのままでこう輝いてる姿にね 非常に感銘を受けたってそれともう一つみんながあるがままで生活してるもんで自分もああいう人がクリスチャンなんであれば僕でもできるという自信がついたつ皆さんあなたが完璧でなくてもあなたでもクリスチャンだったら僕でもクリスチャンになれるわというね自信がついて11月に戻ってきたその旅その年の12月に洗礼を受けられました。 になったんですね皆さんあなたの輝きはまさにね人々にねあなたのようになりたいあなたがいるその教会の一員に私も加わりたいと思わせる輝きなんだね。では皆さんとご一緒にこのエペソの4章の11から13節それはキリスト教の初代教会の働き役割というものが書かれています。 初期期、の開拓期そして成長期で、そこから教会内のこの充実期どの時代にあったとしてもイエス・キリストは私たちを愛し私たちのために今もなおりなしの祈りをしてくださっておられるのです。どうぞ使わされたそのところであなたがこの時代の伝道者でありまた墓会者であること。 そしてあなたを通してこの教会に導かれる方が現れるのですそしてすでにおられるのですお祈りします天の地る神様ハレルヤ感謝します今日もこのところで皆さんとご一緒に神の恵みを味わうことができました私を感謝しますどうぞあなたの働きが大いに祝され守られます シェイスキリストの名前を通してお祈りいたします応答の祈りを主に捧げてまいりましょう